CRT ハウジング小山総合住宅展示場キッズイズム住宅展示場は一戸建て住宅を建築する際の比較検討のために実際に住宅を建てて展示してある場所名称は住宅公園ハウジングセンターなどとされていることもある地価の高い都市部よりも郊外や地方の主要都市周辺でまとまった土地が確保できる地域や海沿いの埋め立て地 工場跡地などに立地する場合が多い。民放局の名を冠した、すなわち放送事業者が運営する住宅展示場は、かつて放送法で設置が求められていた非常用、第二送信所用地がその後の法規制緩和で、すべて有給地化したか、本社社屋を移転したかの経緯によるものが多い。ある程度まとまった敷地の中に、複数の大手住宅メーカーが、 モデル住宅を設営し、来場客に比較検討させる企画意図で存在する。家族連れ客がほとんどのため、子供向けイベントが開催されたり、体験宿泊を行わせたりもしている。モデル住宅は通常フィルオプション状態で展示されているので、自らの予算で建てられるものとの違いを正確に把握する必要がある。 建設費だけで一棟1億円以上が投じられたモデル住宅も珍しくない。モデル住宅は新製品に対応するため、50年で建て替えが行われることが多い。そのため、仮設住宅扱いであり、電気は通ってるもののガス水道は通っていないことが多い。展示が終了したモデル住宅は希望者に安価で販売される場合がある。カタログからはわかりにくい。 スケール感や、動線、収まり、等を確かめるためには、現物で確認することは無駄ではない。壁や床の構造を、カットモデルで見せているものもあるが、品質の優劣を見極め、モデル住宅の通りに施行されるかどうかも厳しく、監視すべきである。それ以前に、モデル住宅の建設維持費も含めた、膨大な広告宣伝費が、住宅の販売価格に上乗せされている事実も、 忘れてはならない。住宅展示場の企画運営に携わる企業の業界団体、住宅展示場協議会には現在16社が加盟している。主にこれらの企業が全国各地で住宅展示場を主催しており、土地選定から住宅メーカーの募集、住宅展示場への集客までトータルに行っている。中には地元の新聞社、 放送局の主催を冠につけている会場もあるが、実際の管理、運営はこれら一部の企業に委託されている。現在、総合住宅展示場といわれる施設は全国に380か所、あまり存在する。過去には、住宅展示場の目印として、アドバルーンが上がっていた。ありがとうございます。